毎週佐賀のものづくりの凄さをご紹介する佐賀ものすご。今回は神埼市千代田町にある九州積水工業株式会社をご紹介します。そこでは私たちの生活を陰で支える大切なものを作っているそうなんですが、一体どんなものなのでしょうか。早速行ってみましょう。創立55年の歴史を誇る九州積水工業株式会社。私たちの生活に欠かせない上下水道をはじめ、工業用、農業用などに使われる塩ビパイプを主に製造。さらに有明海で海苔の養殖に使われる支柱を開発製造するなど、地場産業にも貢献するものすごい会社なんです。まずは九州積水工業の工場にやってきました。それにしても広いですね。はい、縦横400メートルの正方形の敷地に東京ドーム4個分すっぽり入る広さなんです。そこの中で原料の貯蔵から生産、検査、梱包、保管、物流発送までゆとりを持った配置で一貫した生産を行えるのが特徴です。わお、すごいですね。ところで積水っていうと、以前積水ハイムにお邪魔したことがあるんですが、同じ系列会社なんですか？そうなんですね。実は積水ハイムも九州積水も積水化学のグループ会社の一つなんです。グループには3つのカンパニーがあって、九州積水では上下水道用の塩ビパイプを中心としたライフラインに欠かせない製品を作っているんですよ。まずは、わー、工場の中にショールームがあるんですね。はい、ここは九州積水の製品だけでなく、全国11ある環境ライフラインカンパニーの事業所で作った製品が展示されています。ちなみにこちらの工場で作っているものは何ですか？塩ビパイプとパイプ同士をつなぐ塩ビ継ぎ手が九州積水で作っている製品の全体の9割を占めます。他にもポリエチレンという材料で作られている曲げても折れない強いパイプもあるんですよ。この長い棒もパイプなんですか？これは海苔支柱です。自社ブランド製品で有明海の特産の海苔の養殖に使うポールです。他にも地上式メーターボックスなども作っています。ここでは私たちのライフラインを支えるいろんなものが作られてるんですね。ということで次回はパイプや継ぎ手はどうやって作っているのか、工場の中をじっくりご紹介しますよ。お楽しみに。毎週佐賀のものづくりの凄さをご紹介する佐賀ものすご。今回は神埼市千代田町にある九州積水工業株式会社にお邪魔してるんですが、主力商品であるプラスチックのパイプや継ぎ手がどうやって作られるのか、早速工場に行ってみましょう。これがパイプを作る機械ですか？これはパイプを作る押し出し機という設備と金型になります。材料は塩化ビニル樹脂を使います。このようにパウダー状ですが、熱を加えることで柔らかい樹脂になり、金型でパイプの形状を作り込みます。この作業で注意していることはありますか？100分の1ミリ単位の寸法調整が必要なので、特に気を使って作業しています。なるほど、責任重大ですね。大変ですけど、先輩たちみたいに狙った寸法を素早く出すことができたときは嬉しいですね。これからの目標はありますか？普段は直接見えるものではないけど、皆さんの生活をしっかり支える製品を作り続けていきたいと思います。まずはこの継ぎ手は曲がった形をしていますが、どうやって作るんですか？継ぎ手は一つ一つかたどって成形することになります。こちらは煮沸成形機です。樹脂を熱で柔らかくする作り方はほぼパイプと同じですが、固めるために成形用の金型を使用します。九州積水では形状ごとに金型を交換して継ぎ手を作っています。難しいところはありますか？自分が作った製品で不良を出さないこと、
品質に妥協することなくしっかりチェックすることに難しさを感じます。実は僕、お菓子作りが趣味なんですが、型に流して継ぎ手を作るのってプリン作りと似てて楽しいんですよ。残念ながらこの製品は食べられませんけどね。こちらは機械が作業していますね。ここもパイプ同様、製品品質条件が整えばあとは全て機械がやってくれます。出来上がった製品を倉庫へ運んだり、梱包、パレット積みまで全てロボットがやってくれます。わあ、すごい。ところでパイプや継ぎ手は積水グループの他の工場でも作っているそうですが、ここでしか作ってない製品もあるんですよね。はい、パイプを作るノウハウを駆使して独自に作っているオリジナル製品がありますよ。ということで次回は九州積水工業ならではのオリジナル製品に迫ってみたいと思います。お楽しみに。毎週佐賀のものづくりの凄さをご紹介する佐賀ものすご。今回は神崎市千代田町にある九州積水工業株式会社にお邪魔してるんですが、自社ブランドの海苔支柱などはどうやって作っているんでしょうか。工場を覗いてみましょう。それにしても長くてニョイノーみたいですよね。これが海苔の養殖に使われる海苔支柱で、海に立てて使われます。また海苔網を張るときに使う海苔新紙や林業農業用なども製造販売しております。へえ、いろいろあるんですね。伊藤さんは営業ということですが、普段どんなことを心がけていますか？お客様の要望に添えるようにお客様第一で頑張っております。また自分は営業に配属されて2年目ということですので、生産者のところへ一軒でも多く足を運び、早く覚えられてもらえるように頑張っております。わあ、ぜひこれからも頑張ってくださいね。まずは海苔支柱の製造現場にやってきました。海苔支柱の構造は塩ビ管と同じなんですか？海苔支柱は塩ビ管とはちょっと違っていて、塩ビ管にガラス繊維、ポリエステル樹脂などの多層構造となっています。それぞれ特性が違う材料を使って多層成形を行うので、成形条件がかなりのテクニックが必要となります。それを任されてるってすごい。やりがいがありそうですね。営業マンよりお客様が喜ばれた話を聞くと作りがいを感じますね。これから海苔の養殖が始まるので楽しみです。まずは試験室にやってきました。ここではどんな検査をするんですか？ここでは製品の強度確認をしています。見ててくださいね。実際にはこんな使われ方はしないんですが、水道管ではここまでやっても製品に割れや亀裂が生じないことが品質検査の一つにあるんです。こちらはパイプから試験片を切り出して材料の強度を測定しています。最低でも使用される水道圧力の20倍以上の強度がある材料なんです。わー、すごい伸びてますね。こちらは曲げにも強い耐震型のポリエチレンパイプです。強度だけでなく柔軟性を伸びで検査するんです。おー、実際の基準よりかなり丈夫に作られているんですね。製品はやっぱり品質第一、安全安心の製品を提供できるよう日々きっちりとした検査を行っています。おー、さて次回は九州積水工業のさまざまな取り組みをご紹介しますよ。お楽しみに。毎週佐賀のものづくりの凄さをご紹介する佐賀ものすご。今回は神崎市千代田町にある九州積水工業株式会社にお邪魔してるんですが、見てください、敷地内にこんなに自然を感じられる場所があるんですよ。ということで今日は九州積水工業のさまざまな取り組みを探ってみたいと思います。ここではものづくり以外にもさまざまな取り組みをされているということですが、これは何ですか？はい、これは防災トイレシステムです。トイレですか？はい、地震などの災害時に地域住民の避難場所として指定された公共の場所にあらかじめ設置しておき、災害時にマンホールの蓋を開けてトイレとして利用します。
阪神淡路大震災などの被災された方々の一番お困りになったのがトイレということで、それがきっかけで開発されました。その他にもマラソン大会など多目的な行事でも使用されております。なんて素晴らしいアイデアなの。世界中に広がればいいですね。まずはここは社員食堂ですか。香里さんも一緒に食べませんか。いいですか。やった、いただきます。おいしいです。これ一食いくらだと思います。社員食堂だから500円とか。残念、これ一食なんと280円なんです。280円。これでもこのメニューは栄養バランスとカロリーも考えられています。働く側にとっても嬉しいですよね。従業員一人一人の健康管理も積極的に取り組んでいます。そのためホワイト500も取れました。ホワイト500とは経済産業省が作られた制度です。従業員の健康を守るための取り組みが優良である法人に認定されます。他にも1日400世帯の電気が賄える太陽光発電もあるんですよ。素晴らしい取り組みですね。まずはお客様に喜んでもらう製品を作り続けるぞ。ということで、今回は神崎市千代田町にある九州積水工業株式会社からお送りしました。次回は伊万里市にある中国木材株式会社伊万里生産部にお邪魔しますよ。お楽しみに。